このうち会津若松市の城北小学校で行われた卒業式では、保護者や在校生はマスクをつけて臨みましたが、卒業生は校歌の斉唱など歌うときのみマスクを着用しました。式では鈴木元幸校長が、これからも自分の可能性を信じ、目当てを持って努力を続けてくださいと花向けの言葉を送りました。これに対し、卒業生たちは6年間の思い出を振り返り、先生や家族へ感謝の気持ちを伝えました。県教育委員会によりますと、今年度に公立小学校を卒業する児童の数は14,341人で、前の年より56人少なくなっています。